キャロットケーキキャロットケーキは生地にすりつぶした人参を混ぜたケーキである。人参を混ぜることによって材料が柔らかくなり、出来上がったケーキも柔らかく濃密な食感になる。人参そのものの風味、食感、見た目も付加される。その名前によらず、キャロットケーキの製造工程や出来上がったものの硬さはクイックブレッドにより近い。多くのキャロットケーキのレシピでは、 ナッツ、レーズン、パイナップル、ココナッツ等が加えられる。キャロットケーキはそのまま食べられることが多いが、アイシングされたり、しばしば刻んだクルミを加えた、クリームチーズで覆われることもある。人参をかたどったマジパンが飾られることもある。ローフケーキやシートケーキ、カップケーキの形で作られ、特にイギリスや北。 アメリカでは放送しない状態で食料雑貨店やパン屋等で売られる。相乗に重ねられることもある。人参は中世の時代からスイーツに使われてきた。この時代は甘味料は希少で高価であり、野菜の中で天才に次いで糖分を多く含む。人参は入手しやすく、デザートを作るのに用いられた。第二次世界大戦中の配給制のせいで、当時のイギリスで、 キャロットケーキの人気が復活した。キャロットケーキは1960年代初めのアメリカ合衆国においてレストランやカフェテリア等で初めて商業的に販売された。最初は贈答用であったが人々が好んだためキャロットケーキは標準的なデザートとなった。2005年アメリカのフードネットワークはクリームチーズでアイシングしたキャロットケーキを1970年代の 流行食トップ5の第5位とした。ありがとうございます。